倍晋三元総理大臣亡くなったという速報が入ってきました。複数の政府関係者が明らかにしました。安倍元総理は今日午前奈良街頭演説中に銃撃され心肺停止の状態となり、奈良県内の病院で救命措置が続けられていました。複数の政府関係者によりますと午後5時3分安倍元総理の死亡が確認されたということです。この午後5時ごろにですね、ちょうど昭恵夫人がこの病院に到着したという、その時間帯です。午後5時3分に安倍元総理大臣の死亡が確認されたという情報が入ってきました。